ちょっとね、こんなものを買ってきました。いや、これテンション上がるよ、スケッチブック。いや、なんでもさ、新しいさ、ノートとかってさ、テンション上がんない？テンション上がる。これいいよね。大きく使いたくなっちゃう。意外とさ、うん、ツイッターに2人とも A あげるじゃん。 A あげるね。で、意外とね、好評なんですよ。はい。だ A を書く回をやる。何書く？構成を練ったら楽しくないから。確かに。即興でやりたい。でもなんか見て書くよりは、うん、どう思うとか、うん、じゃあ宇宙人とか書いてみる。あ、2人が思う価値観が違うから。もう本当にいると思う、宇宙人書こうじゃん。分かった分かった。こういう多分なんつうの、何十光年先で生きてるとしたらこういうやつじゃないの。マジで。いや、そうしよう、そうしよう。気持ち悪い、これ。なんか怖い絵になっちゃったんだけど、はい、いいですか。じゃあ、カントの1体目から見せて。1体目、僕の1体目、はい。やっぱ生命の始まりは植物なんで、うん、これこれですね。何それ。ちょっとかっこいい目にしました。サッカーやってんじゃん。泥だらけになったサッカーやってるやつ。イメージはまあ草、うん、もう謎の草に近い、比較的。なんで人間よりもやっぱ進化してるイメージの俺の中で。ああ、これね。いや、でもちょっとずるいわ。なんで？ちょっと見たことあるもん。本当に？進化すべきとこだけどんどん進化して、退化するとこ退化すると。頭どんどんでかくなってって、耳でかくなって。確かに確かに確かに。口とかは。お前の先ってことこれ。お前の将来。足いらねえじゃんって、歩かねえから。歩くよ。で、手ばっか使うから指増えっかなと思って。いや、使いづらいだろ。ピアノめっちゃ上手くなるぞ。まあまあまあね。2体目これもう、これです。怖っ。人間ね。怖っ。大仏じゃん。いやいや、そうなんだ。ねえ、やっぱこれ。ねえ、やめて。ねえ、そうやってよね。ねえ、怖がるじゃん、みんなが。夢出てくるわ、そいつが走ってくるやつ。なんかさ、じゃあ状況にする。状況で、例えば。悲しい。ああ、悲しい、やってみる。書けそう。あ、じゃあ書いてみて。悲しい。状況、まあ何でもいいから。絵が下手。絵が下手。思い通りの絵が描けん。俺もそう。今これどうやって描けばいいんだろうってすげえ考えてる時間だと。1個目の悲しい見せていい？いいよ。もうこれ。うわ、素晴らしい。これ悲しくない？素晴らしいわ。これ犬が。あ、もうこれほんとすごい。いや、そうなんだよ。だからイメージとは違うんだよ。近くで見たとき。いや、だから足が描けないんだよ。足っていうか、なんか腰から下埋まっちゃって、なんか抜けなくなる。でも悲しいのイメージこれあるでしょ。あるあるある。素晴らしい。それこのなんか犬が一人遠吠えするんでもなく、なんか見てる感じ。月とかがあればよかったな。ここにこっちにな。こっちなんだけどね。おい、太陽にしか見えない。何やってうん、じゃあミスったな。いや、でもいいね。これは悲しい。皆さんもちょっと悲しいってどういう時っていうのを書きましょう。そう、一緒にお絵描きする時間だからね。何？あー、でも分かるよ。ちょっと悲しいな。普通に悲しいじゃん。これ時計があって、もう9時から学校始まるんだけど、家にランドセルあって、家の部屋の隅っこにいる。悲しいわ。2つ目の悲しい。言って、2つ目の悲しい。何、見して見して。家出た時に。いや、お前、これダメだろ、お前。隕石が落ちてきたっていう。隕石は青で。君の名の感じだよ。あのね。あの時悲しかったから、俺。あとさ、お前、人が走ってる時に後ろに3本線描くやつ全員下手だぞ。走れないんだもん、じゃないと。じゃないと、躍動感つかないんだよな。マジのやつ？え？いや、ダメだよ、お前。そんなん、ほんとダメ。いやいや、これ、これ悲しいよね。この感じ。俺はこれを味わってるからな、みんな。ダメだよ、頑張ろうぜ。何？よし。なんかお前が卓球したって。俺の絵下手なんだけど。
悲しい。おいちょ、もう一個。何？桃が流れてっちゃった時のバージョン。見して見して見して、あ、なんで流れピンクなの。いや、そのミスターの。はい、ということでね、まあ、なんか書いてほしいなったら言ってください。ありがとうございました。はい。何それ顔まあこれの題名顔なの。これ出せないよ、こんなそれ出せないねそれ出せないよ、言っとくけどボツとしてツイッターに載せるけど出せないの、俺のこのその絵は出せない。怖い絵描けって言ったじゃんいや、怖すぎるから、それはもうツイッターで、こっから改良のしても無理いや、ちょっと改良による。出せないならモザイクして。モザイクかけるわ。じゃあこれモザイクだわ、多分。やば、お前が描く絵。はい、お前何かやった時これテレビ出んぞちゃんとモザイクかけてよ。モザイクかけとくよ、ここに。動かさないで、モザイク動かさないから多分出ちゃった時一番怖いからな